あなたの運命の象徴は何ですか？西洋占星術では誕生日によって決まる星座だが、中国で古来より暦などに使われている星象によると、運命は生まれ年によって決まる動物、つまり干支で表される。ここで登場する12の動物やその並べ順の決め方には諸説あるけど、最も有力な説は動物の大競争の結果というもの。その昔、天を統治していた玉帝という神が時を表す仕組みを作るため動物たちを競争させることに。最初に川を渡ることができた12の動物の到着順に暦年を数えることに決めたのだ。ネズミは日の出と同時に素早いスタートを切ったが、川に向かう途中で馬、虎、牛に追いつかれる。ネズミは体が小さく泳ぎも得意ではないので、大きな動物たちに自分を乗せてくれと頼んだ。虎と馬は申し出を断ったが、心の広い牛はネズミを乗せてくれた。にもかかわらず、牛が川を渡りきる寸前にネズミは牛の頭から飛び降りて対岸に一番乗りを果たした。続いて牛がゴールし、力の強い虎がすぐ後に続いた。ウサギは泳ぐと流されてしまうので、石や流木の上を素早く跳ねて渡り4着となった。その次に到着したのが竜。川の上空を飛べた竜だが、途中で競争相手を助けて遅れたのだ。後に続いた馬は駆け足で川を渡ったが、馬が岸に上がった途端蛇が滑り込んできた。驚いた馬が思わずのけぞった間に蛇が6着となった。玉帝は川面を見渡すと、羊、猿、鶏が1本の流木に乗っていた。皆で協力して水草をかき分け懸命に前進していた。ようやく岸に着いた時、互いに順位を相談し、羊が8着となったのは一番他の動物を励まし調和を大切にしたから。それに猿と鶏が続いた。続いて犬が岸に這い上がってきた。犬は泳ぎが得意だが、ふざけながら泳いだので随分遅くなり、11番目にやっと到着。最後が豚。途中でお腹が空き、休んで昼寝もしたので豚はヨタヨタしながら最後にゴールイン。こうして1年を表す12の動物とその順番が決まった。この12年のサイクルは60年で一回りする。なぜ12年ではなく60年周期なのか。中国古来の暦は2種類のものを組み合わせてできているから。一つは先ほどの12種類の動物による十二支と言われるもの、さらに天の幹となる十の要素を意味する天干と組み合わせる。天干は万物の元になる五行と関係しており、五行とはそれぞれ金、木、水、火、土を表す。この5つの要素すべてに陰と陽があるため10年の周期となるのだ。大地の枝である12の動物12支と五行の要素に陰陽を組み合わせて10個になる天干、つまり10天干の60通りが組み合わされ、これが60年周期の干支となる。例えば1980年生まれの人は金の陽の猿で火の絵猿、2007年生まれの人は火の陰の豚で火の問いとなる。実は他にも誕生月に基づく内なる干支、誕生した日に基づく真の干支、さらに生まれた時刻に基づく秘密の干支もある。中国の暦に祀られ年を表す動物の順番を決めたのは動物の大競争だったが、十二支がアジア全体に普及する中で各国の事情に合わせてそれぞれアレンジが加えられている。例えばベトナムの十二支ではウサギの代わりに猫が加わっていたり、タイの十二支では竜の代わりにタイの伝説上の蛇ナーガが加わっている。干支に基づいた占いを信じる人もそうでない人もいるだろうが、各国固有の文化はこうして干支にも反映されているのです。もっといろいろな神話のことを知りたい？ではマヤ文明の神話の世界を覗いてみましょう。双子の兄弟が地下の冥界シバルバで死を司る神を出し抜こうとする物語をご紹介します。あるいは変身が得意ないたずら好きのタヌキが登場する日本の神話についてはこの動画をご覧あれ。